はいどうもアドムテキャデモイエーめっちゃレアラザサペプセテプセ11月26日日曜の2時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。アシスタントのココです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。230回目になりましたね。そんなにやりてますか。はい、230回、はい、やりましたね。はい、はい、そしてはい、今週もゲストで参りました、はい水曜日20時30分イエスヤタマユモーマンタイパーソナリティのヤタマユこと矢田部真由美です。そして相方のネコです。ありがとう、ありがとうネコちゃん。ありがとうよ、ありがとうよ。僕はワンちゃんだよ、ワンちゃんだね。はい、よろしくね、よろしく聞いてね、みんな。はい、ありがとう。はい、ということで、よろしくお願いします。だからこの流れはやりにくいんですどうしてもね、お笑いの人に、ね、助けを求めちゃう節があるので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ダッチイズ毎週火曜日21時15分から21時30分ダッチの火曜ザナイトのパーソナリティ兼お笑い芸人のダッチです。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、R1 ね、出るということで出ます、やりました、はい、R1 はいくら払うんでしたっけ。2000ですか。2000円からです、ね、はい、はい、ということで、ね、これからですもんね。そう、これから準備して、うん、年明け応募予定にしてます自分は。あ、そうなんですね、はい、じゃあ来年ということね。そうです、はい、よろしくお願いします。そして、はい、毎週木曜日23時15分からやっております、みかんの夜間パーソナリティの三重です。よろしくお願いします。お願いします。もうほんとね、コンビニとか買い物行ったらもうあれですよね、スーパーとか見ちゃいますよね。あいつ怪しいぞっつってね、そういうのってないんですか。もう全然今は関係ないのに、あいつやりがったみたいな。あ、だから仕事以外でもう捕まえてるものって、捕まえたことも何回か、ですよね、君みたいな。そう、もう、あ、やってるやってると思って。で、そういう時どうするんですか。で、そう、捕まえて、君入れたよねみたいな。あ、ちゃんと店外出て、声かけて、事務所連れてって、うん、すいませんって、僕こういう仕事してんですけどって一応名刺出して、あ、ちゃんと言って。ですよね、だって、いや、俺もお店をやってるので分かるんですけど、怪しいやつってそことも怪しいんですよね。あの、旗から見てると分かる。なんか知らなきゃぐる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 回ってるんですよね。あと買い物来る人って商品を見てるじゃないですか、うん、周りを見るってことはないですね。あ、確かに見てない、うん、あのね、防犯カメラを見たりね。そうそうそう、そういう周りを見る人ってのはおかしいやつ、ね、だから、そう、だから逆にそういうのを考えて、なんか、あの、あ、ポケットあれ、そうで、なんか書いてきたメモを見て、これをまたしまうときになんか万引きと思われねえかなみたいな。あ、それすごいある。電車ねえかなと思って、はい、言ったら俺万引きしてるやつに思われねえかなって怖くなるっていうね、うん、ちょっとありますね。はい、ありがとうございます。そして、はい、やっと来た、あ、行けた、盛り上がってまいりました、はい、東京浅草で活動しておりますギターロックバンドバブノイドのボーカルギターとしぞうです。はい、よろしくお願いします。コマーシャル、はい、ということで、ね、今月最後ということで、そうですね、ことで、あっという間でございます、はい、ね、来週12月からの放送は二次つかフェスの模様を、お聞きいただくことになってるんですけれども、はい、それのね、先行ということで、はい、としぞうさんが先週、聞かせていただきましたけれども、今週もアンコールということで、はい、ね、聞かせていただきますんで、よろしくお願いします。どうぞ。同じ曲を、はい、同じ曲でいいんですか、はい、別にいいですけど、どっちも、はい、いっぱいかけてもらってます。池袋 FM さんでいっぱいかけてもらっております、はい、カモンカモンを、おお、来た、来たよ、大声になると思うんですけど、あ、もう全然、お願いします。闇を切り裂いて、おー、一緒にね、カモンカモンって言いたくなりましたけども、ありがとうございます。ありがとうございます、いっぱいかけていただいて、もうね、いえいえいえ、もうね、本当に池袋 FM のいろんな番組でね、はい、もちろん宮さんも、はい、ダチさんもね、はい、モーマンタイさんではちょっとかけてないかもしれないけども、はい、ね、あとは、まあ競馬の競馬の番組か、はい、だとオープニングテーマですか、はい、っていう形でね、先ほどの曲、カモンカモンが、流れてですね、はい、バンドバージョンっていうのかな、なんて言うんだろう、バフノイドバージョンっていうのかな、で今回弾き語りということでね、はい、バージョンが違う形ですけど、そうですね、はい、いい感じですね、はい、すいません、あれもう、あ、カモンカモンって結構あるんですか。曲なんです、うん、何年か前、結構前です。あ、そうなんですか、はい、でも、全然まだ知られてないので、でも結構やっぱライブとかでは結構
そうですね、毎回やってます、うんはい、いっぱいあちこちね乗りのいい子供も乗ってくるからカモンカモンって乗るからすごい可愛いんですよ。そうかいいですね、はい、いいですね。お子さんちのお子さんももう大好きですね。パフナイト来ました。いいですね。私もちょっとあの鳥肌立ちました、うん、やったよかったですね。編集に聞いて今週も本当、ね、ありがとうございます。いやいやだってもっとたくさんの方のところでいっぱいね演奏してるから、ということでねもう本当ね、うん、すいませんねなんかただで聞かせていただいちゃって、はい、でもないです。俺は CD この間もらっちゃって、すいませんありがとうございます、ということでねもう大事に、ね、しまってありますから。本当聞いてないの何が。だって YouTube で聞けるんですもんね。あ聞けます。そうそうそう YouTube で、ね、りますそうそうそう、はいうん、聞けるんで、はい、なんか傷つけちゃいけないというか、なんつだろう逆に今 CD ってなんか飾っとかあとほら、はい、やってますよね YouTube やってますやってます。 CD を1枚ずつ紹介してますけど。そう CD 紹介、ねはい、やってらっしゃるの。4500枚持ってるので1枚ずつ紹介してます。はい、すごくね4500回できる、はい、ちなみに25年前からなのでだからちょうどパフノイドさんと同じぐらいのタイミングから買い出しました。あそうなんですね、はい、じゃ あ, あのパフノイドさんの CD もちょっと紹介してあげてください。そうですねいただけたら あのすいませんダクさん買ってあげてください。あの本当は買いたかったのあのね芸人って金ないの。はい、まあそれはね俺もそうだけどね、もうほんとね焼いてあげようかなじゃあねっていうでそれは良くないのよこれ良くないんですよそれダメなんですよねほんとね、はい、ということであのネットで、Amazon とかで買いますかねなんか CD ね、はい、ということで買いますっていうことね、はい、5枚買いましょう。タチさんはね5枚買わせていただきます、はいはい、サブスクもあるんで大丈夫です、ね、あそっかそっか、はい、サブスクで聴けるんです、はい、そうです、うん、便利、Amazon ミュージックでじゃあね、毎日じゃあ5回ずつ聴いてもらいましょうか朝日では、はいはい、ありがとうございます。で、皆さんはまあ今のところそういう予定は今のところないんですか。なんかそういうか、ね、この前そういう話になってちょっとやりたいなと思って、はい、サブスクに自分の曲を出したいなと思ったんで、うん、ちょっと頑張ってみます。考えて頑張ってみます、はい、せっかくなんでねほらライブハウスでやってらっしゃるから、ね、全然いいですね。はい、朝日さんのところに、そうですね、うん、はい、ぜひお願いいたします、はい、ねえ、せっかくの公演ですか、うん、もう何度目ですか。もう何回ももう、ね、お会いしてますもんね。2度目です、ね、2度目のさあそこか2度目の感覚がいつもありますから。あそっかそっか、違う、十何回なのか。ああそっかそっか、放送的な収録だとそうだけどねって話ね、うん、ああそっかそっか、はい、で間でね前座で、はい、使ってもらいましょう、お笑いの場合は背が高尾で、ね、はい、でその間にあのなんか朗読してもらうと、はい、何でもやります。はい、ということで、はい、ありがたいですね。そうですね、もう本当ね、はい、今週最後です。なんか言っときたいなってことあります？なんか、なんだろう。もうね、あともうちょっとでエンディングになっちゃうんで、なんか宣伝、まあ、25周年、はい、曲はサブスクでも聴けると、はい、で大地さんは R1 に出ると、はい、で宮さんはちょっとまた俊夫さんのとこでライブも出ると、ね、という感じで、ココさんはその競馬の番組があると、はい、でやたまやさんは番組が2つあるんでね、はい、あ、はい、そうなんです、はい、実はイエスやたまゆもうまんたいと土曜日にも私アシスタントで出ておりまして、うん、メタバースという番組池袋 FM でやっておりますので、うん、ぜひ土曜日20時よろしくお願いします。はい、ということで2番組あるんですからね、うん、すごいですよ、なかなかいないですから、ね、いた。あ、そっかそっか、ココさんもそっか、ココさんいた、はい、ということでコマーシャルです。どうぞ。はい、ということでエンディングです。ありがとうございました。なんか曲もね2曲も歳三さんに歌っていただいて、うん、2曲もっていうとなんか繋がってるまあまあでも繋がってるのを全部聞いてください、まとめてね、うんうん、はい、はい、ということで、じゃあ宣伝の方じゃもう一回また、あ、はい、ありがとうございます。じゃあ3つ言いますね、はい、水曜日20時30分イエスやたまゆもうまんたい、そして土曜日20時メタバース、さらに12月3日私主催の朗読ライブやたまゆ1第9回目がございます。こちら、下北沢のリーディングカフェピカイチというところでやります。配信もございます。詳しくは私の X をご覧くださいませ。 X で見ていただきたいと。はい、ということで大地さんは何かありますか。はい、毎週火曜日21時15分から21時30分大地の火曜ザナイトお送りしてますのでぜひ聞いてください。そしてお笑いライブも出ております。ちなみにお笑いライブのチケットって安いのでぜひお越しください。お願いします。今10組ぐらい出ていくら、1000円とか2000円ですか。2000円のライブは多分ないと思います。ですよね、高くても1500円くらいな、うんうん、そう、はい、だから1組で換算すると100円ぐらいなんですね。そうですそうですそうです
それ安いんですよ。安いのに来ないんですよ、なかなか。来ないの。出演者の方が多いんですから。そうですよ。よくね、はい、俺もそうでした。全然本当。だライブの、ね、チケットだからよくね下北でねライブやっててね、うん、それは入場料100円でやってたんですよ。ネタ見せだ、練習代だから。で、どうですかどうですかって駅前で、ね、今は多分できないと思うんですけど、うん、チラシ配ってどうですか見ませんかみたいなやったらね、ちょっとね100円です安いです、うん、って100円あげるからあっち行ってくれって言うんですよ。そういう感じですからね。あるあるよくある。なかなか大変なんですよ、はい、すいませんねってことでこう皆さん、はい、毎週木曜日23時15分からみかんの夜間という番組やっております、万引き G メン、元万引き G メンなので万引きの話、今タクシーなのでタクシーの話などをやっております。そして弾き語りでミヤペニアという名前でやってるんですけども、12月18日に、南浦和の宮内家というところで、これ嫁、うちの嫁プロデュースの、なんでフェスをやります。なんか嫁がそのそういうのにちょっとハマっちゃってライブをここやってきたやつので、はい、今後南浦和で、はい、ちょっとやります、月曜日なんですけどね。いいですね。はい、ってことで、はい、ありがとうございました。今月は、はい、はい、先月からですね。先月から、はい、ありがとうございます。ワンマン終えまして、はい、11月の16日浅草ゴールドサウンズで、うん、パフノイドの企画があります。はい、はい、11月、あ、12月ですね。12月16日、はい、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。あとどうですか、あとはもう出演者ね、それぞれSNS は皆さんやってらっしゃいますの で、 そ、 です、ね、そちらをチェックしていただくということで、はい、ね、お願いします、ね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、来月は二次つかフェスの模様を放送いたします、はい、よろしくお願いします。さよなら。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。別の動画も見てね。